はい、どうも皆さんおはようございます。今日は3月1日の金曜日朝6時35分に収録しています。いや、ナスダック100昨日はすごい上昇しましたね。私ずっと見ていたんですが、PC デフレーターですかの指標発表を受けてまず大きく上昇し、ね、一発ドンって上げて、でその後ですね大きな下げがやってきたんですが、まあ、その下げもつかの間、そこからですね、まあ、底打ちのような、ね、上昇を見せて株高で終わったといった形 で私がまあ見ている、まあ、10月末からの、新たなトレンドラインじゃなくてここ終わる前のトレンドラインというのがありまして、そこでねレジサポ転換した形みたいになっているという状況 で最終的にですね PC 発表後につけた高値、これを上抜けて、で今アフター推移を見ているといった形ですね。現在ナスダック100は18,036ポイントとなっております。いやもうねこの動きは想定外ですね。で私2月末月末までに大きく下落するでしょうっていうふうに申し上げました。いやもうね完全にねこれはもう見立てと異なる値動きとなっております。はい、期待された方、押し目買いチャンスね、待たれていた方、まだちょっとわからないんですが、まあ一旦はね月の区切りということで申し訳ございませんでした。で、まあそこから先はですね、ここから先はですね、私の見解を述べさせていただきたいと思います。今ですね、私が注視しているのはね、アップルと、まあナスダック100、そしてソックス指数 SOXL ですね。ちょっと見ていきたいと思います。私がもともと意識していたいわゆるこの超長期のね、私が目先近々下落するだろうと調整するだろうっていう最大の根拠がこの超長期ラインなんですよ。で現物の NDX、 はい、これ今ご覧いただいてるんですが、現物の終値がですね18,043ドルとなっており、このね白いラインと黄色いライン、はい、でギリギリ止まってるんですよね。まあ終値ベースでは、まあ、一番高い、はい、状態ですね。でヒゲ先ベースでは最高値はまだ、はい、更新していない状況です。まあそういう状況で今日ね金曜日週末を迎えようとするわけですが、まあ、週末であり月初であり、はい、まあどんな動きになっていくのかっていうところですが、現状では NDX についてはまだね上抜けしてないですね。はい、ギリギリ、はい、上限のところで止められているといった状況です。はい、で私はね暴落とかって全く思ってなくて、まあ、普通の調整がね、まあ、昨年の夏もあったようなああいう週足レベルの調整があって、ナスダック100なり、まあ、レバナスなりで、まあ、人気の SOXL なりを安いところで買いたいと、そういった方々、ね、そういった方々が、まあ、よりね安く、はい、まあ、買いを入れて、で、春、夏にかけてね、利益を伸ばすと。そんなイメージを持っていて、基本的にね、株高のイメージなんですね。今年は上がっていくっていうふうに思ってるんですよ。ただ、どんどんね、一直線に上がるってなかなかそういう相場って見たことがないですから、まあ、どこかで調整来るかなっていう、やっぱり頭がありまして。うん、で、どのあたりで来るのかなっていうのが、一つの目処として、もう前々から申し上げてるここなんですよ。で、SOXL でいう40ドルぐらい。40でフィボナッチの 50%、はい、ただねじり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 ね高値をね切り上げてるっていうね、何度もね高値をブスブス刺していくっていう状況、これはね未だに続いてるんですね。はい、2月のもう上旬ぐらいから調整入りするかなっていうふうに思ってたんですけど、いやいや何の何の、もうね3月になってしまいましたね。3月になってしまった。はい、でまあ今ねギリギリ、はい、上値はまだ超えてないという状況です。これがね、NDX のチャートです。はい。で、今度ね、SOXL 見てみましょう。SOXL もね、私が意識しているこの白いラインがありまして、で、1回、2回、3回、4回、5回とかって言ってましたけど、現状、ね、高値は切り上げてるものの、まだね、まあ、明確な上抜けはしてないですね。はい。っていうのがこれ SOXL です。ただ時間経過とともにこのチャンネルってどんどん切り上がっていきますんで、まあ、例えば今日金曜日で言うと 43.31 になるし、で1週間送って3月8日の金曜日になると今度は 44.05 になるし、はい、この天井固めかどうかわからないけどね、うん、これの期間が伸びれば伸びるほどじり上げしていくと
言った形になります。ちなみに昨年の夏の天井固めはなんとね、期間測ったら62日だったかな、こっからここまで64日、はい、の天井固めの期間が、まあ、天井固めっていうか高根県での揉み合いですね、はい、うん、っていうのがありました。で現状まだね、ここからボトムからカウントしても、何日経過したかっていうと42日ですね、はい、だから夏に習うとまだレンジ、はい、が継続する可能性っていうのは十分あると、はい、いうこと。4回目天井をつけたから次落ちるだろうってなかなか判断しにくい、はい、そういう上昇だったんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらいに、まあ、米国株強いと、ナスも半導体特にね、 NVIDIA AI 関連は強いということですね。で対してですね、対してまあ AI が強ければね、今度は弱いやつもあると。何が弱いかっていうとアップルなんですよ。アップルがね非常に弱くて、はい、でまあ先日から申し上げているこのチャンネル、はい、冷やしでねずっと私が言っているこのチャンネルね、であり、この2023年1月からのトレンドライン、これをですね1年がかりのトレンドラインを今ね割れたところにいるんですよね。はい、こちら拡大するとこの白い線の下にいるでしょ、うん、で割れたらすぐ下落が加速するのかって言ったら、ね、割れた後に一旦戻してその後、ね、直近でつけた安値を再度割り込んでから下落が加速することが多いんですね。でそういうのもあって昨夜ねずっと注視していたんですが、うん、引け間際にですね、引け間際にこう下ひげをねブスッと刺していくような動きがあってから買われて、今ね、まあ、ちょうど中ぶらりなところ180.75、 アフターで 180.92 のところにいます。はい、で今夜以降の展開としてですね、この弱いアップルがこの、まあ、抜けたトレンドラインの上を再度しぶとく再度触りに行って、で上抜けるのか、もしくはここで反落して再度安値を割っていくのか、はい、これによってですね、まあ、ナスダック100のねもう一段高いくのか、SOXL がもう一段高、チャンネルのね上限上抜いて上離れしていくのかどうかっていうところが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。ですのでアップルはまあ今日一日ねしっかり見て、で本当にここ上抜けるのか、もしくはここ割っていくのかっていうのをやっぱり見るまでは何とも言えないと、はい、いうことですね。いやもう本当ね、何とも言えないような値動きがずっと続いていると。何度も何度もね高値をこうトライして、はい、でナスダックがもしですね、私が買い目線になるのはここを完全に週末なんかにね1日後、はい、土曜日の朝なんかにここ抜けましたねって、うん、いう形で私が動画発信したらですね、ここにロウソク足があると、これもね完全に明確に抜けた形になります。そうなったら私は次のこの白なり黄色の超長期ラインのデジサポ転換、また押しが入ってくるんで、こういう波動を見て買いを検討します。ただまだ全然そういう、はい、今プロセスにはステップにはいないです、はい、まだ抜けてもいないし上離れも上抜けもしていないです、はい、で SOXL も同様ですね、はい、じりじり切り上がってはいくもののまだね上抜けしてないと。ただですね、一つ気になるのはソックス指数ですね。これ元指数なんですが、こちらについて私がずっと意識してたこの黄色いラインね、これね上抜けしてますよね。上離れはしてないんだけど、だから、日足レベルでここピョコンって出て翌日に今度陰線で押し戻されるってこともあるんで、しっかり上抜け上離れしたかどうかっていうのをまず確認しね、金曜日ね週明け、週末に確認して、うん、で上抜けしました、上離れしましたってなったら次の今度は押しの波動を見て、ここ上抜けしました、上離れしましたっていう事実を持って週をまたぎで、来週の月曜日か火曜日か分かりませんけど、また押しが入って、でこうやって V 字回復していくときに、まあ、それは考える話なのかなっていうことですね。つまり新規の買いポジっていうのはまだ、はい、今週どうこう決めるものじゃないということですね。これが私の見解です。新規の買いポジについてはそのような見解で、非常にね高値掴みになってしまいかねないということで、やっぱりね新規の買いポジは注意が必要であると、
皆さんのイメージ的には40ドルぐらいでリグったんだから、ね、もっと下のね SOXL で言うと、まあ、30割れとかね20半ばとかそのあたりで買いたいなって思われる方多いでしょ。で、まあ、現実どうのかって言ったら今43ドルぐらいじゃないですか。でこんなところでねもし買って大きな下落下ったらどうすんのと言われる方多いと思います。はい、ですので少なくともね1日2日は新規で買いたいっていう気持ちを抑えてしっかり事実を見てで、次の波動で入っていくという冷静さはやっぱり、まあ、私もですがね必要かなっていうふうに思います。はい、現物の NDX のチャートを見る限りまだ長長期のラインは抜けてないということで、まあ、少なくともですね、私もちょっと言い訳がましいんですが、まあ、今月ね、大きく下落するでしょうっていう予想が外れてしまったんで、うん、で、今週末ね、月初、どのような動きするか分かりませんけど、はい、まずはね、その月末にかけて下落するっていうシナリオ崩れてしまったことについては、大変申し訳なく思っております。はい。で、私もね、過剰なリスクを取るべきじゃないなっていうことで、はい、まあ今週末のね動向を見つつですね、今週も何か今夜材料あるんですかね、まあ、そういうのを見つつ、まあ、慎重に立ち回りをしていきたいと思います。はい、そんなわけでまだまだ不透明で、はい、キワキワのラインの攻防が続きますが、引き続き見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは本日は以上です。ありがとうございました。